冷たくなってる。温めて。いいよ。すみません、すみません。これ見ても。行きます。はいはい。同じ学年だったんだね、日下部君。え、リツでいいよ、リツ。俺はマスミ。マスミは文学部だっけ。うん、いいなあ。本当は文学部に行きたかったんだけど、親がさ、将来の役に立たんことに金は出せないって。ああ、東大ならって言われたんだけど、食っちゃったんだよね。そうなんだ。でも行かせてもらえただけありがたいよ。経済的なことで進学できなかったやつ、地元に結構いたからラッキーだなって思う。地元はどこ？大分。へえ、九州か。俺は千葉。いいな、近くて。いや、海はあるけど何もないよ。でもすぐ帰省できるのよくない？そうかな。そうだよ。そうだね。そうだよ。でもさ、九州も旅行気分。リツとはそれから二人で会うようになった。やっぱいいよな、トラック大賞シリーズ。いや、菅原文也最高だよね。なあ、リツ。ん？お前、彼女とかいないの？俺としょっちゅう遊んでるけど。今はいないね。意外。アホほどモテそうなのに。それは否定しないけど。だよな。ありがとう。
いろいろ大変なのよ。ちゃんと付き合うってなるとさ、勉強もしたいし、自分の時間も大事にしたいし、こうやってマスミと映画見るのも楽しいしね。マスミこそいないわけ？いるように見えるか？見えるよ。マスミ、可愛い顔してるし。なんだよそれ、やめろよ。本当だよ。卑屈でネクラだからモテそうなオーラが全然出てないだけ。褒めながらけなすなよ。経験は？俺はどうせ非モテで童貞だよ。悪いか？全然悪くないよ。マスミは十分魅力的だよ。何？そうなんだ。マスミこそ初めてじゃなかったんじゃない？一回だけ。サイトで適当に会ったやつ、誰でもいいから男としてみたかったんだ。どうだった？まあこんなもんかって。そっか。リツ、もうちょっとこうしてていいか？いいよ。好きな人とするってこんなに違うんだ。何それ、そんなのやっちゃって。俺の思いが。いや面白そうだけど。いる？うん。リツの心に届いた。うん、嬉しい。愛の力で
ールデンウィークも終わったし、やっと大学始まったって感じするな。今年は新入生たくさん入ってくれたしな。お前に漢字押し付けられたせい大変だよ。あー、じゃあお寿司とかに。あ、お寿司食べたい。行こうよ。じゃあさ、行く前にちょっと休憩してる。え、休憩？だって草壁と、あれ新入生の子だよな。手出すの早いな、モテオは。仁科、おい仁科、これで原稿清書すればよしと。コーヒー入れるね。お、サンキュー。なあ、リツ。ん？お前さ、新入生とホテル行ったろ。え？ああ、ごめん、見られちゃった。マナー違反だよね、俺のミス。は？マナー？ごめん。バレなきゃいいのかよ。実際今までも何回かあったしね。聞かなかったろ。だから言わなかった。普通さ、普通そういう疑問は持たないもんだろ。そっか。そうだよ。俺のそういうとこ、マスミは分かってくれると思ってた。甘えてたな。なんだよそれ。俺マスミのことほんと大好きだよ。でも他のやつともすることはある。そういうのが無理ならもうやめよう。え？じゃあ俺たちは要するにセフレってこと？あえてカテゴライズするならあまり意味はないと思うけど。今までと別に何か変わるわけじゃないからね。ということでもうこの話は終わり。続けやろ。今日は帰って。マスミ、帰ってくれ！じゃあ。やだ。
あいつを変えられる。運命の相手だと思っていた。特別だって思っていた。ありえないだろ。一緒に行かない？今日は外行こうぜ。え？どこ行くの？え？待って。待ってよ。ねえ、リッツ。次どうしようか。どうしようか。何飲みたい？日本酒とか。あり。あり。うん。あ、みんなあそこにいいですよ。へえ。毎日駅で貼って後つけてくんのやめろ。鬼メールもやめてくれ。だって気になるじゃん。は？気になるじゃん。今リツが誰とやってんのかって。気になって気になって気になって。俺頭がおかしくなりそうなんだよ。こういうのやめないならお前がゲイだってサークルのみんなにバラすか。え？俺はバイだし隠してないし。でもお前は隠したいんじゃないの？いつの前に撮ったんだよ。やり始めてすぐ。一応トラブルのために。もう俺に近寄らないでくれよ。じゃあ。あいつとは会わなくなった。引き続き隕石関連の緊急特番をお送りしています。だが巨大隕石は9日後にオーストラリアの北部に直撃する模様です。アメリカ国防省の新しい情報によりますと落下の衝撃で南半球は一瞬のうちに壊滅。滅亡間近のこの世界で一番会いたくなかった男と。いつマスミ再会した。マスミ、やっぱりマスミだ。変わんねえな。すぐ分かったよ。何年ぶり？卒業して以来。10年ぶりか。マジ元気？ってわけないよな。どうしてここいんだ？実はさ、ここの本一冊借りパクしてて
ずっと返さなきゃなって。今さら？こんな状況でいろいろ考えるじゃん。少しでもいい行いをして天国に行きたいなって。天国なんて信じてんの？意外。ここじゃちょっと話しにくいから外行かない？なんでお前なんかと喋んなくちゃいけないんだよ。冷たくない？久しぶりに再会できた友達にさ。友達じゃねえだろ！そして衝突時に大気に放置されたガスや分子によって核の冬が訪れます。大気の透明度は下がり、太陽光が遮断され、光合成を行う植物が枯れ、植物を餌とする動物の絶滅。行こうぜ。人類が生き残れないほどの地球環境の悪化を招くとされています。こんな時に図書館でぼーっとしてるなんてマスメらしいな。誰か会いたい人とかいなかったの？俺は別に。そっか。お前こそいくらでもいるんじゃねえの？この前も女優のなんとかとイケてる社長ってニュースになってたじゃん。あれはとっくに切れてる。相変わらずだな。俺マジで今誰からも連絡来ないんだよね。今までの行いの結果だろ。ひでえな。その通りだけど。お前さ、鏡まどかと付き合ってたろ。男の勘ってやつ。まあ付き合ってはないよ。サクッと体だけの関係ってやつか。そういうのでもない。
彼女とは。そっか。でもそっくりな妹に会うとはな。運命ってのもあながちユーマの妄想じゃないかもな。実はすげえミラクルボーイだったりして。その調子で隕石も止めてくんないかな。本当にそう思ってんの？ユーマに飲ませた薬、自分が飲むつもりだったんじゃないの？そうだね。今週で人生が終わるって思うと正直気が楽だ。なんで？難しい質問すんな。何があったんだよ。悪いけど明日でいい？さすがに今日は疲れた。いつ？まだあと5日ある。気になるな。最後まで俺と付き合えよ。なんだよそれ。今さら付き合わないわけないだろ。何その顔。おフォーゲストだな。氷も薬もない。病院にも行けない。下手したら死んでた。いいだろそれも。死ぬのが早くなっただけじゃ。よくねえよ。見たくねえよ。お前の死体なんて。お前に謝りたかった。やり直せるならは間違いないって。でもそんなこと明日がないから言えるんだ。
みたいなクズは。もう眠れよ。お前も疲れてる。ね。マスミ。本当ごめん。いいって。分かってるよ。ごめん。もういい。ごめん。よし、これでガソリンの心配いらねえな。飛ばしすぎんなよ。ああ、気をつけろよ。なあ、きつくなったら言えよ。
大丈夫だよ。マスミ、昨日は見なかったことにする。今は松本に向かうことだけを考えよう。ああ。昨日はバカなことをした。どうかしてた。めぐりちゃん大丈夫？大丈夫。めぐりちゃん大丈夫？ああ。地球滅亡まで3日と少し。仕方ねえな。あ、行こう。我慢するべきだった。こんなとこまで連れてきちゃったんだからな、俺が。暑すぎない今日。ちゃんと水飲んで。マスミ。いやお前こそ。俺はいいから。なわけないだろ。すげえ汗だぞ。な。ありがとう。ねえ、まだ水ある？もうからどっかで調達しないとやばいな、うん、ねえあれなんだろう。すいません、その水飲めるんですか？ああ、ここの湧き水は穴場でね、地元のものしか知らないんだよ。今は水が出ないからありがたいよ。
帰らない。落ち着くとこがいい。うちはダメだな。その足じゃ階段つらいよ。じゃあ狭いけど俺ん家でもよければ。って当然のように一緒にいることになってんだけど違う？違わない。よかった。冷たくなってる。あっためて。いいよ。帰ってきたな。ああ、タワマンの部屋もうすぐ売る予定だったんだよね。お前んちのこと？そう、持ってた会社の経営がうまくいかなくて保証人になってたから借金がね。そうなんだ。割とお先真っ暗だったってわけ。死にたくもなるだろ。でもさ、今ならなんとかできそうな気がする。図書館で再会した時覚えてる？ああ、お前が借りパクしてた本を返しに来て偶然ね。ごめん、あれ嘘。お前を待ってた。え？どういうこと？大学ん時言ってただろ、お前。もし地球が明日で終わるなら図書館にこもって本でも読んでるわって。そんな話したっけ？覚えてないの？俺は覚えてるよ、マスミとのことは全部。ダメ元だったけど本当にいたからね。それに関しては隕石様々っていうかさ。マスミに会えて本当によかった。私が生き残ってもろくでもないことばっかだろうな。
着予定時間。どうなるんだろうな。死にたくねえな、全然。開けるよ。ああ。